と、はあ、錆びついててこれ以上回らないか。女の子の名前。また喋り出したぞ。今度はどこだってんだよ。誰かいるのか？森重！無事だったか？いやあ、岸沼。
それに委員長、そちらも無事で何より。どうしたの？ああ、ちょっとな。お前どこにいたんだ？別館の方にいたんだけど、さっき急に気を失ったみたいで、気がついたらなんか校舎の雰囲気が変わってて。なあ、あと持田と持田の妹にも会ったよ。本当か？あいつらも無事なのか？うん、なんか妹がはぐれてたみたいだけど。森重くん、それ手に持ってるもの。あ、ああ、これこの先の通路の床下で、見つけたんだけど。何かのまじない？これ、いるの？じゃあ、渡しとくよ。俺は今、人探しでそれどころじゃないんだ。じゃあね。なんだよ委員長、その目は。そうだ、持田が一の絵で待ち合わせしようって言ってたよ。おう。多分よ。鈴本のいるあの場所じゃなくて、近くの床にでも転がってたんだろう、これ。じゃなきゃよ。怖い、あの人手血まみれだった。返してあげるべき体の部分がこれじゃ足りてない。どうしよう。これ、あなたのものでしょ？やったな篠崎、これで三人か。あと一人、赤い服の。おい、やー、幽霊と喋ってるとどんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん自分の死に顔が頭の中にはっきりと浮かんでくるの。
すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ。お母さん、お姉ちゃん、持ちたく。篠崎、わかった、次俺がやるからよ。だからしっかり、おおっ、あ、また地震か。なんだこれ、でかいぞ。失ってたのか。あ、どこだ、ここは。ここ、俺らの教室か。あ、マジかよ。篠崎、しっかりしろよ、おい。息はしてるな。篠崎、おい、起きろよ。岸沼くん。見てみろよ、マリー。俺も信じらんねえんだけど。嘘。あ、かえ、本当？ここ、ここは？マジだよ。ほら、俺の机だ。見て見て、私の机。ってことは、ええ、私たち帰ってこれたのよ。やったー。うっしゃー、ざま見ろ、チキザー。もう帰ってこられないかと思ってた。サトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。ユイ先生、自分家の猫用の缶詰を置いとくのはどう考えても公私混同だよな。8時を過ぎて真っ暗な校舎の中に居残ることになるとはな。
現実感ねえな。これ現実か？さっきまでのは夢だったんじゃないか？どこで何やってんだろう俺。どうした篠崎。Yeah.